皆さんこんばんは。お元気でいらっしゃいますか？スペインからお送りしてます。この辺でちょっとヨーロッパの様子をお話ししたいと思います。それで何と言いましても1月31日金曜日をもってイギリスが EU から離脱しまして、今日は2月7日ですのでちょうど1週間になります。街ではもう賛成反対の声がいろいろで、結構大変だったんですけれども、最終的にはこじれたのでもういいから早く出てほしいっていう意見が多かったですね。街の人、ロンドンでは。でも、またぶり返してるんですね。っていうのはスコットランドがこの際だから独立したいって言ってます。主な産業がスコッチウイスキーなんですね。私今回ちょっと驚いちゃったんですけど、ウイスキーだけ一本に頼るっていうのは厳しいんじゃないのかな。本当に他に何もやってないのかなってちょっと思ったんですね。で、スコッチウイスキーに関税がかけられちゃうともうこれでものすごい大打撃になるので、この際だから、イギリスから独立したいって言ってるんですよね。割合に穏やかな旗振って、シュプレヒコールのデモなんかやってましたけど、これがちょっとイギリスは頭痛の種ですね。北アイルランドと南の問題もありますし、それからもう一つにはなんとスペインがまた蒸し返してるんですね。ジブラルタルは地図をちょっとご覧になっていただくとわかると思うんですけれども、地中海の鍵と言われてるんですね。あそこ封鎖されちゃうともう全然取れなくなっちゃうんです。そのくらい大事な、海峡で、ジブラルタルっていう土地はスペイン側にあるんですね。アフリカとスペインですね。で、これ、まあ、余談ですけど、ここでジョン・レノンとオノ・ヨーコが結婚式をしました。それからこの、本当にもう岩山で、日本の23区でもこんなに小さい土地はないっていうくらいに小さいんですけれども、そこからクリスチャン・ディオールの元デザイナー、ジョン・ガリアノが出ましたね。私も今回調べてて驚いちゃったんですけれども、こんなね、有名な、世界的有名なデザイナーがあんな岩でゴツゴツでお猿さんしかいないみたいなところから出てきたっていうので、すごく驚いちゃったんです。まあ余談ですけれども。ボリス・ジョンソン氏のブレグジット後の大きな目玉になるのは、イギリスに自由貿易港を10個以上は作るっていうところが焦点になってます。いろんな、年金制度とか、それから人金物が自由に行き来してて、イギリスに行っちゃったヨーロッパ人はどうするのかとか、いっぱい山のように、まあ問題があるんですけれども、全然平気だって言って頑張ってるんですよね。で、日本ではほとんど否定的な記事しか見かけませんでした。これで大変なことになるぞみたいなことばっかりですね。でも、スペインではやっぱりちょっといろいろいぶかってるところもあるんですけど、もうちょっと、前向きかな。雰囲気としてそんな感じがします。それで、見ていきますと、何をね、この目玉にしてる自由貿易港を今日はちょっとお話ししようと思うんです。あんまり多岐にわたるとまた長い動画になっちゃうので。自由貿易港っていうのは、その港が関税がかからないとかなんとかだけじゃないんですね。ボリス・ジョンソンが、目玉にしてるのは、ここの埠頭に、その、組み立て工場やなんかを作ってしまって、それで、要するに、物が入ってきますね。いろいろな国から。入ってきて、まだここでは関税がかからないんですね。で、ここで組み立てるとか、それから加工してしまって、大工業地帯みたいなのを作ってしまって、それから製品にしてしまって、出荷するんですね。そうすると、例えば EU で、十分競争できるだけの安価なものができるって言うんですよ。それで、ちょっと見た感じでは、なんか日本との関係を大事にしていきたいって言ってて、単純に日本でね、なんかイギリスがそんなこと言ってくれてるみたいに喜んでるみたいな記事を見かけたんですけど、そんな簡単なことじゃないんです。っていうのは、日産に行かれちゃってるので、もうこの穴埋めをどうするかっていうことがあるんですね。例えば自動車で言えば。それで、日本から部品を買って、輸入して、で、組み立てて、それからヨーロッパとかアメリカとかいろいろ各国の市場に出していこうっていうのが、彼の考えなんですね。そうすることによって、その港付近に出稼ぎに来る人たちが、ものすごくこう、まあ、雇用が増えるっていうのと、産業として自分で一から作るものじゃないですけど、まあ、加工貿易みたいな感じですかね。そういうことを、ものすごく重点を置いて考えてるみたいで、フリーポートって言われてるんです。
ですね、日本でなんていうのかな、自由貿易港っていうんですかね。例えば港を開いたその州は1500ポンドは増えるっていうんです。まあ日本円で言うと20万円ちょっとぐらいのお金が各家庭に収入として増えるっていうんですね。これを元ね、財務省のエコノミスト、クリス・ウォーカーさんが試算して言ってます。高価値雇用を生むっていうか、まあ、38億ポンド、年間、そのくらい落とすっていうんですね。38億ポンドって、また私、計算ダメなので、間違えるかもしれないんですけど、もしかしたら5兆417億円ですか？ちょっとね、教えてください。38億ポンドっていくらだか、確か5兆だと思うんですけれども、その辺のとこお願いします。それで、結局こういうフリーポートを、イギリスのその入り江があるところも周りに10ぐらい作って、少なくとも10が作って、そこで雇用を生み出すっていうんですね。どうかな、うまくいってほしいですけれども。それともう一つ面白かったのは、この EU を離脱するときに、ブレグジット党の党首のナイジェル・ファラージさんが、1月29日の EU 議会で、最後の演説をするんですね。BBC 放送だと、その面白いところが出てますけど、テレビ東京なんかはそこカットしちゃってます。なんでこういう面白いところをちゃんと放送しないのかなって思うんですけれども、いや、EU の皆さん、散々僕らをいじめて屈服させようとしたけれども、もうそれもおしまいです。イギリスという国はそうされるにはあまりにも大きな国なのですって言って、それでね、国旗、小さな国旗用意したって、それからその、ま、後ろにいた27人ぐらいかな、議員もみんな用意して、一斉に、では皆さんごきげんよう、さらばす。なんて言ってね、振るんです。そしたらもう、副議長の女性の方が怒って、あ、ファラージさん、すぐに、ミスターファラージ、その国旗をすぐに振るのをやめなさい。規則違反ですよ。そうしないとマイクを切りますって、マイク切られちゃったもん。でも、お茶目でなかなかいいじゃないですか。そりゃポピュリストなんですから、そのくらいの演出はしますよ。ねえ、日本でもそのくらいのことしてほしい。野暮なことばっかり言ってないで、と思いました。面白かったです。で、次はですね、イギリスは、4800億円、約36億ポンドを投入して、タウンズファンドっていうのを作るって言ってました。ですから今日はね、お話は自由貿易港とタウンズファンドっていうその設置についての2つですね。それは、今、財政難に陥ってる100ぐらいの自治体を支援していくっていうんです。で、必要なその交通輸送網とかブロードバンドを充実させて、地域のインフラを整えて、ほら、そこへ持ってきて、10個の自由貿易港ができるじゃないですか。それで、イギリスはもうずっと底上げして、今までね、約50年近く、47年間ですよね、EU にいたのは。その50年近くも許可されなかったことを、これからはもうじゃんじゃん実行するんだって言ってますね。このね、立派な演説を聞いてるとね、なんかね、私までね、希望で燃えちゃうんですけれども、どうかな、本当にうまくいってほしい。で、これはね、EU としては複雑だと思います。結局、ボリスさんがおっしゃることは、筋が通ってるんですね、ある意味ね。EU 離脱は、議会がもう一度主導権を握って、だから結局 EU の下に置かれてたわけですから、主権を回復して、それからそれだけじゃなくて都市や州や町を、ね、その自治が強化されるんだって言ってるんですね、この離脱によって。で、とてもね、大きな経済的な効果をもたらすんだって、ものすごく力強く言ってらっしゃいました。でね、この自由貿易港っていうのは、この構想はもう去年のね、夏ぐらいにも、全世界で、報道されてたんですよ。どんな風にやっていくのかとか。日本ね、このことあんまり言ってないんですね。すごくね、否定的なことばっかり言ってるんですけど、どうなのかな？案外うまくいっちゃったら、EU は困るでしょうね。次はどこの国が離脱しちゃうだろう。イタリアとかスペインあたりも怪しいかもしれないですね。それからもう一つ大事なのは、この EU を離脱してから、ロンドンでね、日曜日だったかな、刃物で二人刺して負傷させる事件があったんです。これは、イスラム過激派の逮捕されてた
若い男性なんですけど、20歳ぐらいの。でも、テロリストとしての思想を全然変えなくて、実はね、恩赦やなんかで外に出したくなかったんですよ、警察は。でも、刑期の半分を終えて、この、ほんの数日前に出所したばかりなんです。ですから、ものすごくね、危険な思想を持ってるし、やっぱり後悔して、まあ、どんな善良な市民になるような感じがしなかったので、警察はね、ずっとね、目を離さなかったんです。そしたらやっぱりね、街に出てった途端に、もうなんか、人を刺したりなんかしてて、でね、撃ち殺しちゃいました。それでボリス・ジョンソンは、これはね、もうこの制度を根本的に見直して、早急にね、対処するって言ってました。っていうのはね、もう本当にね、ロンドンね、なんか殺傷事件すごく多いみたいなんですね。あるいはそれだけが目につくのかわかりませんけれども、なんだかこんなに危険なところになっちゃったのかなと思って、私ここ数年、ロンドン行ってないんですけど、行くの怖いかなと思っちゃいました。さて今日は、ブレグジットのその2つのボリス・ジョンソンさんの経済構想ですねお話ししました。それから事件が起きてこれからまあ、刑法やなんかも EU の下に置かれてるわけですから、これからそれをどんどん整備してくるんだっていう割と明るい話題です。それからブレグジットについては2ヶ月以内に2つの動画を出しているので、5分でわかるブレグジットとブレグジット今後っていうものをこの辺から出ると思うので、愛っていうマークがあったら、それちょっとプチッと押していただくと、2つ動画がありますので、5分でわかるブレグジット。一体なんでイギリスは出なくちゃいけなかったのかなっていうのを、もう一回復習させ、したいと思ってらっしゃる方は、これを利用してください。では、チャンネル登録よろしくお願いします。だんだん、動画が拡散されていくと、愛国心あふれる右っていう人じゃなくて、日本をしっかり見ていきたいなっていう人の、まあ、ヨーロッパの目を通したニュースがいくと思うんですね。で、私の主観も入りますけれども、主観が入ってニュースを歪めるっていうことはしません。ですから、賢明な皆さんは、その中から私の意見を取り除いて、ニュースだけ聞いていただくこともできますので、よろしくお願いします。それでは、また明日。